ゴージャスプレアーズの嫁ちゃんとベロちゃんです。こんにちは。今日何するの？ちょっとクイズ。なぞなぞね。なぞなぞ、なぞなぞを、うん、ベロちゃんが、うん、みんなに出してくれそうです。なぞなぞでもちょっとえって感じなのにプラスベロちゃんの読めるか読めないかわからない日本語多分読めないを、うん、考えながら、うん、答えましょう。はい、じゃあ1第1問。カンメとラクダとサイが買い物をしています。何を買うのでしょうか？野菜。え、違う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 、もう一個もう一個。カメとラクダとサイ、カメラ。ほっ、合ってる。なんで、なんでラクダがなんでカメラなの？え、ラクダとサイ。そう、カメ、ラクダ、サイの、うん、はカメラください。カメラください。第2問。 OK。 ひっくり返ると軽くなる動物なんだ？ヒントは？ヒントは、軽いを反対から読んでみて。軽い、いるか。まあそれでも、もう当たる。このヒントはちょっと答えだね。答えてるよ。食べると安心するケーキは何だ？食べると安心するケーキは何？スイート。なんかメディテーションやってるみたい。ヒントは？安心するとホッとするよね。安心するとホッとする。ホットケーキ。そうだよ。タラタラー。世界の真ん中にいる虫は何？チッキー。カカカ、合ってるー。テリテリー。これは本当に世界いいかね。カ、これも読めないよ。持つだけで手が切ってしまう。持つだけで手が切れてしまう。家と道具って何て言うの？家と道具。家具、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 家具。持つと消えてしまう家具は何？うん、え、持つと消える家具。生きるかわかんない、読めないからさもう一回言って、もう一回、もう一回言って。持つだけで手が震えてしまう家具なんだ。あ、震えるね。家の作ってテーブル。はっ、すごい、合ってる。テーブル。手がブルブル震えるよってめっちゃ楽しそうじゃん。ボールは、ボールはボールでも、ボールでも四角、うん、いい。ボールってどんなボール？ヒントは、ヒントは、ヒント言ったらもうわかるよ。ヒントは、私でもわかった。ヒントは、茶色くて四角いボールだよ。私もわかった。茶色くて四角いボール？うん。茶ボール。茶ボール。諦める？諦める。ダンボールです。道で拾うことはできても落とすことができないものは？タクシー。うわーすごい。まあいいじゃん。ね、どう、わかった？みんな。どうだろうね。で、低価格で面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。また今度、アディオス。アディオス。